さあ、マリオカート8デラックスやっていきましょう。2023年最後の動画になります。はい、ちょっとまあこれからというか、なんか年末の動画何しようかなってずっと考えてて、一回パワーウォッシュシミュレーターでなんか1年のなんかを洗い流そうみたいなのにしよっかなと思ったけど、それをやめて、で、あとはフォールガイズにもしようかなって今思ったんですけど、そもそもやる気がそんななかったんで、まあマリオカートかなっていう感じにまとまりましたね。はい、まあ今年はこのマリオカートが何 ?8 デラックスがもうね、追加コンテンツがマックスまで入った状態でのマリオカートになってるから、これはね、いってもっともらおうか。 OK、 よし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 、これは本当に今後ね、まあ、冷凍1万ないしそれ以上目指すんであれば、もう全然楽しいレースがいっぱいできるってことよね。まあだけど全然このマリオカートをやる時間がなくて、時間がなくてっていうか他のゲームをまあやってたんで、まあ優先度的には下がってたのは正直なところだけど、まあただね、全然このゲーム面白いと思うんで、これからもまあ定期的にねやっていけたらと思ってますっていう意味で、まあまずはこの年末一発やっておこうかなと。だけどこれファンキーコング使ってるけど全然なんかうまくいかねえな。めちゃくちゃ離されてるもん。ハンドリングが意外に良くないんだよな。あ、でも5位まで上がってきたな。ただこっから一回後ろ置かせてもらおう。ハンドリングがマジで悪い。スターが来る。やべ、6位になっちゃうかな。まあ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 、決していいとは言えない。なんかね、最後ね、爪痕残したいよね、2023年。さあ、第2レースいきます。ヨッシーが2人、先頭はベビーロゼッタか。ベビーロゼッタが軽量級で多分一番使いやすいみたいな、使いやすいというか強いかことなんだよね。まあ、一回カロンに戻しました。ただカートは花ちゃんカート。ん?おー、来た来た来た。行きましょう。さあ、早速スタートミスっている。ちょっと全然やらなさすぎてさ、マリオカート。ちょっと、あー、この感覚ね。やっぱこの曲がりやすさが必要だな。で、コースは、なんだっけ、メトロなんたら。ここはもう、じゃあミュージックパークだっけ。あ、違うな、それは名前すら忘れたわ。さあ、ルージュラがいる。そうなんだよな、ポケモンもなやってないからな、ゼロの秘宝あれをやんないといけないっていうのもあるし、ちょっと来年はね、どん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 もっといろんなゲームやっていきたいね。うん、さあ、まずはキラーで、キラーでじゃない、スターでお茶濁し11位。もっと高いレートを目指すんであれば1位取っていきたいよね。よし、 OK。 さあ、ダブルアイテムが取れていく。よし、そしてこの2023年はまあ、特に印象的だったのは何だろうな、まあ、ファイナルファンタジーに初めて触れたことっていうのはなんか自分の中で大きかったかなって思いますね。さあ、攻撃しとけよかったか。よし、危ねえ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 。ここ被弾したら結構な順位ダウンだからね。いいよいいよ。
やっぱファイナルファンタジーが一番印象的だったかな。ハイファイラッシュとかもね、確か上半期にやったゲームの一つで、あれも面白かったよね。でゲームオブザイヤーがバルターズゲートなんだよね。まあそのゲーム全然知らなかったからさ。はい、7位。なんとも言えん。まあちょっとこうやって、マリカ以外の今年の話もしていこう。さあ、3レース目です。レインボーロード SFC スーパーファミコン。だね。キノピーチがいる。さあ、そしてさっきの話の続きだけど、まあやっぱファイナルファンタジー16ってのもあるし、あとはまあドラクエ10オフライン。これが多分一番長かったんかな。まあ今やってる龍が如く7もだいぶ長いと思うんで、ドラクエ10更新しそうな感じなんだけど、あと小さいとこで行くとロストプラネット2とか、まあ自分の思い入れあるゲームっていうのをまあやってましたね。あのゲームは本当に何だろうな、銃撃戦を覚えたゲームの一個だからな。あれも結構好きなゲームなんだよな。わ、ジャンプアクション決まんなかった。ここって先行逃げ切りだっけ。だとしたらだいぶ前に出ときたいんだよな。まあ今4位だからわりかしいい感じではあるが、うん、なんだマジか。さあダブリングアイテム取って、はい、 OK。 そしてあとはなんといっても配信の方でやってたゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、まああれが今年のゲームオブザイヤーかなって思ってたんですよ。だけど蓋を開けてみたらバルターズゲートだったと。そのゲーム全然そう知らんかったからっていう話をさっきしてたか。やべえ、置いてきぼり2つ取る。 OK、キラーとか出てほしいんだけどな正直。よし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 、キラー来た。どうだ、このキラー結構でかいぞ。よし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 、6位まで持ってきた。ただ6位7位6位と全く面白みのない映像になってるね。はい、それでは4レース目いきます。まあ2023年は絶体絶命都市3から始まり、まあ、ドンキーコングリターンズとかもやったんだよな。あとはロード96のなんか別のやつとか、あとはなんだっけ、あ、13騎兵防衛圏とか、あれも結構長かったよね。まあでもあのゲームは結構面白かった。で、あとは、ライフイズストレンジトゥルーカラーズとかも今年やったんだけど、あのゲームは正直、そこまでだったんだよな。あれだけ綺麗なグラフィックでできてる割になんか、確か10時間もかからずクリアしたんだよ。ボリューム感が、全くなくて、ちょっと拍子抜け感はあったかな。まあだから、好きなライフイズストレンジ、シリーズをなんかまた実況したいなってのはあるけど、まあもう今やるのがないから、あ、あとあれか、ライフイズストレンジを作った会社の別のゲームは一応あるんで、まあ、それやってもいいのか。まあ海外向けだからちょっと日本語が微妙な感じもあるとは思うけど、テルミーワイだっけ、そう、そういうゲームも確かあったんで、それやっても面白いか。とか、まあ、いろいろやりたいゲームは本当にある中で、まあ、ちょっと最近始めたのが、サブチャンネルの方で、
1時間ぐらい初見のゲームを軽く遊んでみようっていう企画を、まあ、始めましたと。まあ、その企画の第一歩として、ファークライ6を一応1時間遊んでみたんですよ。あのゲーム結構面白そうなんだよね。ファークライシリーズ全然やってるっていうか全くやってないんで、当たんなかったか今。ほら、ほら、当たんねえか。まずいまずいまずい。危ない。あぶね。壊す。逃げる。よし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 。3位3位3位。いいよ。キノコで2位。よし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 。右側取ります。あぶねえ。バナナ飛んできてた。うわ、マジかー。それは鬼畜。鬼畜の所業。いやー。だいぶ抜かせ、また6位。悪魔の数字が続くねー。次を最後のレースにしようと思います。さあ、2023年の締めのレースと、しましょう。もう取り直しなし。最後にいい順位を取って終わりたいね。最後のレースはココナッツモールで行われると。いや、1万レートもさ、1,2,3,5 人いるから、割かしレベルは高めだと思うんだよな。さあ、そんな中でカロンが行きます。まあ、いろんな色のヨッシーがいる中、骨骨のカロンがこのココナッツモールで2023年最後のレース。ジュゲームよろしく。ネットワーク回線がちょっと悪いんか。まだ開始しない。来た、行くぞ。2023年ラストランだ。さあ、まずはアイテムを一つ取っていく。そしてちょっと緊急回避的にセンターを走り抜けると。JA 決める。ここ決めるとちょっとブレーキかけながらの OK。 さあ、アイテムを取りつつの、キノコしか出ないね。ここはキノコで出し抜いて、さあ、前半5位、悪くない順位。さあ、ここでキノコしか出ないさっきからキノコしか出ないと。さあ、アイテム取ります。さあ、うわっと、なんだ、なんかよくわかんないのがことが起きたぞ。あ、ちょっとミスっていく。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。アイテム取りたかったな、ニコ。ああ、ちょっと大変なことになっちゃった。もうちょっと前行きたいな。じゃないと1位が取れない気がする。1位を取るのは厳しいか。いやー、ゴールデンキノコが出ていた。あー、ミスった。動線に入らないつもりだったのに。さあ、いや、もうこういうショートカットを使っていくしかないでしょう。さあ、ここでサンダー来い。サンダーが来ればワンチャンスあると思っている。怖いからもう使おう。4位、頑張れ。死守して、あー、最後の最後にキラーにぶつかったか。あ、まあ5位か。まあプラスだったからいいんじゃないの。はい、以上、2023年もお疲れさんでした。また2024年でお会いしましょう。